Hello， 皆さんこんにちは、るちゃんです。センタンです。今日は各買いに行きます。今日はニトリとイケア。そうそうそう。ニトリとイケアでベッドとソファーとマットレス買おうかなと思ってます。いいね。うん、来週からも引っ越しなので何も家具がなくて困ってます。そう、全くないんだよね。行ってみましょう。レッツゴー。どうですか？柔らかい？柔らかい。いいかもしれない。ルちゃんこれにするの？うん、これにしたいと思ってる。なんで？これが収納もついてるし、ラックがついてる。すごい物がたくさん置ける。うん、なんか携帯とか、また本とか。うん、寝る前に本読むから本置けるなと思って。あ、これ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 で写して。どれ？あ、コンセントか。うん、こう来て。コンセントとライトがついてる。あ、ライトついてんのか。そうそうそう。私はいつも寝る前に携帯もいじるから、うん、そのついてる方がいいかなと思って。確かに充電もできるね。うん、これにしますか。これいいな。あ、気持ちいい。どれがいい？しますこっち？うん。こっち？うん。どっち？どっちが気持ちいい？こっちも気持ちいい。どうしよう。でも1万円も違う。1万円の差大きいよね。うん。まあでもずっと使うもんだからね。確かにそれはある。正直こっちの方がいい。じゃあこっちちょっと高い方にするか。うん。どうしよう。オッケー。どう？柔らかい。どっちが柔らかい？あまりわかんない。マットレス音痴か。あ、本当？本当だ。これ地球、あ、めちゃ綺麗。日本はここだ。台湾は？これ。違う、あれ韓国だよ。台湾はこれ。だから皆様に私の部屋を紹介したいと思います。はい、入って。私の部屋です。値札ついてるけど。ここに座って、おしゃれに本を読んで。開かないよ。これが私にとって一番綺麗な部屋で、あとこれカーテンも良くない？色取った時に。確かにいいかも。そう。これめちゃくちゃ欲しいと思ってる。ね。どうしよう。ピタリ用がいいな。これあと柔らかさ重視。うん、私柔らかい方がいい。我们已经决定好床，还有床垫，还有沙发，然后现在亚发系的 staff 在帮我们做单子。ニトリ発注支店の清算です。野菜室の位置とかが変わってきます、まあ、真ん中だったりとか一番下だったりで、この場合は一番下が野菜室っていう感じですね。まあ基本的にやっぱりよく使うものが上にあった方が、あの腰とかも負担がかからない。もし野菜とか、もし、まあ、逆にこうまとめ冷凍食品とかをまとめて保管することが多ければ、逆にこういう形になってます。結構野菜中心で料理する予定だったら野菜が上にあった方が使い勝手がいいですね。然后我看到了他们的卡达的歌是 Nino， 还有阿拉西。可爱伊？那个很的呀，过来呀。一起来过。一起。一起来过。イケアの、イケア、小二期。あ、
うん。お。座ってみ。沈む？うん。気持ちいい。気持ちいい。これ気持ちいい。めっちゃ揺らしてんじゃん。気持ちいい。子供見た。意外といいね、こういうのね。これかわいい。これがかわいい。かわいくない？あ、安い。いくら？599。安いね。日本の子供結構二段ベッドなの？そうだよ。へえ。でも昔はもうこれだったもん。お姉さんと？そう。日本はやっぱ多いよ。二段ベッドだとやっぱスペース。ああ、日本の部屋あんまり広くないから。スペース結構取れるからね。いいと思う。かわいい。燃えた？マジでちょっとしか出ねえ。あ、辛い。辛い？辛い。何が入ってんの？何か。わからんし。食べるよ。今日頼んだのは無添加野菜カレーです。実は平日月曜日から金曜日に朝の10時から11時までに99円のカレーライスがあるの。安っ。そう、野菜がなくてよく食べに来ます。マジ100円？そう、99円。ぷちゃん、なんでこういうの残ってんの？なんでだと思う？辛すぎて食べたくない？ルーちゃんに一口あげようかなって思ってありがとう。結局何も買ってなかったんで帰って、ね、ソファとベッドが届いてからやろう。ちょっと他のカップ買おうかなと思ってるんですが、実際に行ってね、カーテンとかいろいろ見ていきたいと思います。じゃあ次の動画も楽しみにしてください。バイバイ。バイバイ。 See you next time。 バイバイ。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。